ポンタバンは、フランス、ブルターニュ地域圏、県、フィニステール県のコミューン。ボールゴーギャンを含む多くの画家たちが暮らした歴史を持ち、画家たちの街とも称される。大西洋に近く、アバーン川が街を流れる。ゴーギャン作、ポンタバンの水車庫や19世紀半ば、ポンタバンに最初の観光客がやってきた。画家たちが好む土地となった。鉄道がなく孤立しており、 ブルトン語や民族衣装が保存されているバスブルターニュ地方は流行の土地であった。小さな町と周囲を囲む田舎の田園地帯は画家たちのインスピレーションをかき立てた。1870年以降アメリカ人画家たちがやってきた。エミール・ベルナール、シャルル・ラバル、ポール・セリジエ、ゴーギャンたちは町で暮らして絵を描き、彼らはポンタ・バンハと呼ばれた。 現在の街の主要産業は観光である。夏の観光シーズンとなると、多くの店が開き、芸術家たちが自分の作品を展示する。参照元、1999年まで、リヘス、2000年以降、i n s e カット G、マリエプアレイ、ファネティック・イーストリック・ジュ・フランセイ・ノーションズ・でファネティック、ゲネロル・ペータース、ルボン・ラ・ニューブ、 1 9 9 4 p 1 0 4 h t t p c a s s i n i e h e s s f r c a s s i n i f r h t m l p h i p h p s e l e c t リザルトットイコール2 7 5 0百二 http コロンスラッシュスラッシュ w w w s t a t i s t i q u e s l o c a l e s i n s e e f r ハット http コロンスラッシュスラッシュ w w w i n s e e f r ありがとうございます。